チャオ、あちゃんです。今日は12月の9日、あちゃん家の朝ごはんは久々にゆで卵を作ったからね、ゆで卵で卵サンドにしたいと思います。はい、卵をね、煮ていきましょう。最近ゆで卵を作ってなかったからね。だからそれ飲んでね、ちょっとね、動画作っとってんけど、時間かかるね、やっぱりね。ちょっと面白いオープニング作ったからね。そうそうそう。オープニング作るのにめっちゃ時間かけてね、作ったんよ。塩いこうかな。はい、卵にはね、卵ってゆで卵はね、鉄分の塩があるからね、岩戸の塩をね、鉄分の多い岩戸の塩、鉄分とか硫黄分の多いね塩、なんかね、ブラック岩塩とか硫黄分の強い岩塩なんかでも卵は美味しいね、ごめんね、ちょっとカツ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 、あれなんでね、どうしてもね、こういう鋭い鋭角なもので卵混ぜやんとね、切れに切れへんからね。でここに松田のマヨネーズを、あれマヨネーズ少ないんやとね、どうしてもパンにマヨネーズ持って帰って待てんのよ。よいしょ、レモンを落として、でね、黒酢、酸味がね弱い、入れてたかな、ちょっと入れると色がね、えぐい色になっちゃうんだけどね、まあでも黒酢の方が体にいいからね、紙にもいいしね、もうリンスはね、黒酢リンスに限る。いい香りするね、やっぱりいいパンは違うね。調理終わり、よいしょ、ここにね、よいしょ、汁気のところはどうしてもね、パンに入れると汁がこぼれてくるから、ちゃんと置いとくわ。よいしょ、カツ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 、ごめんね。不快な音立て。ね、ちょっと汁って。うん、おいしい。ちょっと噛みつく。うん、おいしい。
味噌汁はね、向いてるんだよ。どっち先あげたか分からないな。食べましょう。はい、できました。久々の卵サンド、いただきます。お、うん、おいしい。やっぱりなんか卵サンドがおいしいわ。毎日ゆでるのも続いてたけどな、めんどくさいね。うん、おいしい。耳がおいしいとね、パンがすごくおいしい。うん、それにもちょっとね、卵は拭き取って食べたいぐらいおいしいよね。うん、うん、卵サンドがダントツに美味しいの。みっちゃんやっぱパンといえば卵サンドが一番好きよ。だから本当にサンドイッチ買うとき本当に卵サンドやねん。めっちゃ変わらんけどね、なんかやけど妙にサンドイッチで高い気がせん。うん、手間かかるんねんけどね、手間とパンとかね、使う材料と考えたらね、うん、ね、しかも当然かも分からんけど、なんかサンドイッチ200円とか高いなって思っても。朝半日は編集かな。うん、京都の動画ね、いっぱい作るな。
おいしいわ。美味しかった。はい、っていうことでね、今日はね、卵サンド、卵サンド食べたら喋らんとね、ほんまにパクパクと食べてしまうよね。美味しすぎてね、言葉が出へん。今日はパンがすごい美味しかったし、卵もね、卵マヨもね、松田のマヨで、そこにちょっとね、松田のマヨね、やっぱり添加物が少ない分物足りんさがあるのね。で、酸っぱさもちょっと薄い気がするからね、酢を混ぜてね、で岩戸の塩で、あれは海の精使ってるから塩はもう問題ない、材料自体問題全くないねんけどもね、で甘口やったからね、ちょっとパンチが足らんかったから辛口もなくなっちゃってね、甘口ももうあらへんねん、両方とももうないからね、買いに行くか作るかしか知らないんだけど、でその中でそのマヨの何ちゅうのね、松田のマヨと、岩戸の塩と、で、黒酢で、ちょっと味足してみてんけどね、美味しかった。このパンに負けへんぐらいのパンチがあったね。もうちょっとマヨがあったらね、たっぷり使えたらもうちょっとよかったんやけど、マヨが少なかったからね、すぐでパンチを出してんけどね、まあそれが正解やったみたい。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、ということで、喉がおかしいな。待ってね。で、なんか最近喉の調子悪くてね、だから、まあそんなこんなで、なんだろう、卵サンド美味しかったです、ごちそうさまでした。ということでお着替えして、編集しましょう。別にお着替えしゃんでもいいんだけどね、なんかね、こう土日はええねん、お着替えしゃんと一日こうやって追ってダラダラしとってもいいんだけど、ね、平日はね、お着替えせへんかったらメリハリがないからね、なんかお着替えしゃんとなんかダメ人間になった気がしてさ、もうだからちょっとお着替えします。はい。ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。そう、あのね、伏見稲荷大社で撮ってきた動画で面白いオープニングできて、また、出しますね。どっちが先出るかな、そっち先出るかもわからんね。今日あげる動画にあげる、それ使うから、この動画より先にね、新しいオープニングができてると思います。